はい、今回ですね、プリンまた作ったんですけれども、こんな感じで今回はですね、仕上がりました。はい、ちょっとですね、全体的に茶色くなってますけれども、普段よりもですね、カラメルのですね、濃さをですね、水っぽくしてみたんですね。そしたらですね、やっぱりプリンの液入れるときにこう、一緒にですね、こう混ざってしまう感じになって、こんな感じの色になってしまいました。とりあえずですね、一回出してみます。私いつもこういう感じで、マグカップとかですね、湯飲み使ってプリン最近作ってます。はい。まず竹串で軽くですね。はい、ちょっとぐちゃぐちゃになっちゃいましたけども。はい、こんな感じですね。で、カラメルの色。こういう風に横からカラメルが出てきてるので、ある程度ですね。スッと出てくんじゃないかなと思います。はい、こんな感じですね。カラメルの色ですね、結構濃いめに仕上げているので、苦めにですね、苦み効いた感じに仕上がってます。で、この感じもですね、ちょっととろっとしてるという水っぽい感じありますけれども、味はですね、これで十分1個食べてみたんですけど、美味しかったです。で、湯飲みでやるとですね、こういう感じで、厚さがですね、出てないので、いっぱい入れるかですね、するとですね、見た目も良くなると思いますけれども、湯飲みだとですね、口がちっちゃいので、もうちょっとこう高さがあるような感じに仕上がるので、湯飲みで作った方がですね、高さ出てるプリン食べたいときはですね、そっちの方がいいかなと思いますね。はい。じゃあちょっとですね、軽くカットしてみます。はい、カットした感じですね。こんな感じになってます。中はですね、結構ですね、こう滑らかな感じですごく美味しそうに仕上がってます。オーブンレンジ使ってですね、だいたい25分ですね、ウォーターオーブンレンジの方で25分今回はやりました。で、いつもですね、20分だったり20分切るぐらいだったりとやってみてるんですけれども、まあ今回はですね、とりあえず25分でちょっと焼いたって感じですね。もうちょっとこれ20分ぐらいとかそれぐらいでもいいかなっていう感じですね。分量によってちょっとですね、温度の調整してみるとですね、いいかなと思います。はいはい、カラメルの量もですね、こうこれぐらいあってですね、たっぷり入ってますけれども、これもですね、もうちょっと少なくてもですね、いいなっていう方はちょっと入れて量調整するといいかなと思います。はい、まあ作り方はいつもですね、卵2個と牛乳 200ml ぐらい、あと砂糖がですね、このプリン用に入れてるのが砂糖 30g ほどで、カラメル用のですね、使った砂糖ですね、これは 25g ぐらい使ってます。はい、でこのサイズぐらいのですね、この分量ぐらいのプリンが4つぐらいできるといった感じになってます。はい、でプリン作るときなんですけれども、卵を入れて2個ですね、入れて混ぜて、で砂糖を入れて混ぜて、で牛乳をですね、人肌ぐらいに温めて、卵とその砂糖を入った方に入れて、何回かに2、3回に分けてですね、牛乳でこう攪拌してきれいにしておくという感じですね。で、泡だったらですね、バーナーなんかでですね、こう炙ってやると泡消えますので、ライターとかですね、そういったバーナー、トーチとかですね、そういうので軽くバーって炙るといいと思います。で、トーチ使うときですね、あまりずっと同じとこにこう火強くですね、やってしまうと、固まってしまう可能性も若干あると思いますので、その辺ですね、注意してやるといいかなと思います。私はですね、サボライター使ってですね、泡消したりしてます。はい、で、あとですね、カラメル作るとき、今回はですね、いつも小さじ1ぐらいの水入れて、で、
て砂糖入れてやるんですけれども、今回ですね砂糖だけ入れてですね溶かして、で溶かしてですね結構こう苦味効いたなと思うぐらいのところで、まあ普段だと大さじ1ぐらいですね水入れるんですけども、それよりもうちょっと多めに入れてみました。はい、で入れるとですね、水っぽくなってこのプリンの方ですねカラメル色になってですね、こういったプリン好きな方は、緩めに作るといいかなと思います。で上の方だけですねカラメル残したいというんであれば、ある程度ですね、粘度高い状態で下の方に入れて焼くとですねいいと思います。でカップにですねカラメル入れるときですね、そんなにですねこう平らにならなくても、後でオーブン入れたときに熱入ってこう平らになるので、その辺ですねそんなに、綺麗にですね下に敷かなくても大丈夫かなと思いますので、その辺ですねちょっとチェック、覚えておくとですね、うまくできるかなと思います。はい、で外側の方ですね、こっち側外側の方なんですけども、ちょっとやっぱりですね気泡あったりしますけれども、まあ味的にはですねそんなに変わらないかなと思いますので、まあ見た目つるっとしてた方がいいと思いますけれども、あと硬さ若干少し気泡の部分違ったりするかもしれませんが、まあそれほどですね気になりませんので美味しいプリンできます。で今回はいつもと違って、先ほども言いましたけども、カラメル薄くなってて、で中の方のプリンにですね結構混ざってるのでカラメル味が強いです。で卵の風味ですね、普段よりも感じられないので、卵の風味がしっかりこうくるような感じのプリン作りたいときは、上の方ですねこのカラメルの部分もうちょっと固く作って、キャラメルの部分の味とプリンの卵の味しっかり感じられるような2層にですねなると、そっちはそっちで美味しいので、そういう風に作ってもいいかなと思います。はい、まあ、今回の練習ですねこんな感じで出来上がりましたので、ちょっとですね動画で撮ってみました。はい。